あとはこの荷物を積んで準備完了だ。いつでも出航できるぜ、ルフィ。よし、みんなを呼びに行こう。あお、じゃあそっちは頼む。俺とブルックでこいつを運んどくからな。よほほほ、骨が折れる作業です。私骨折したら大変なんですけど。待って、ルフィ、私たちも一緒に行くわ。
リム。みんな集まってどうしたの？今みんなとリムのこと話してたんだ。リムはああ見えて怖くないんだぞって。え？ああ見えて？瓶に詰められたやつがいたっけ？え、いやあれは。みんな実はリムのことが気になってたんだって。これからはみんな仲良くできるよな。ほら、みんなリムと仲良くしたいって言ってるぞ。よかったな、リム。もう。チョッパー、他のみんなはどこにいるんだ？あ、そういえばサンジがキャンプを片付けに行くって言ってたぞ。キャンプね。それじゃあ行きましょう。ルフィとリムちゃんたちじゃねえか。出航準備ができたみたいよ。早いな、さすがフランキーだ。ここの片付けも終わってからいつでも行ける。よし、行こう。はいよ、キャプテン。リムちゃんたち、島の食材で軽く料理を作っておいた。デザートも置いてあるから食べてくれ。俺の分はねえのか、サンジ。おめえの分は船で作ってやる。何度も見たわね、このやりとり。しっかり食べて立派なレディーになった頃また会えるといいな。うん。そういやウソップが砂塵の遺構を見に行くって言ってたが、だが先にナミさんとロビンちゃんだ。行くぞお前ら。サンジらしいわね。でもまずは居場所が分かってるウソップのところへ行きましょう。ルフィ、もう出航なのか？ああ、準備ができた。リム、俺たちは行っちまうが大丈夫か？ありがとう。大丈夫よ、ウソップ。そっか、もう一人のリムもいるしな。それにあいつもいつか帰ってくるからな。そうね、ウソップがそう言うならきっと帰ってくるわね。シシシ、そうだな。そういや、お前らゾロとは会わなかったのか？あいつ先にサニー号のところへ行ったはずなんだが。いや、見てねえな。きっと道を間違えたんだわ。みんな内海の方に行ってみましょう。もしかしたらそっちにいるかも。ほい。
ルフィか。変なところにいるわね。出航までにこの先の移行でもう少し鍛えておきたかったが、仕方ねえな。この先はないかい。移行はないわよ。あの移行の大爆風、今度は切れるように鍛えねえ。あ、ごまかした。気のせいだ。いい顔で笑うようになったじゃねえか。うん、ありがとう、ゾロ。みんなのおかげよ。そういや、ナミをその辺で見たの。ほんとだ、近くでナミの匂いがするの。よし、ショッパーが言うなら確実だ。てめえそれはどういう意味だ。ああ、なんか文句あんのか、クソマリモ。ほら、行くわよ、二人とも。ナミ、出航するぞ。ルフィ、それにリムも。そう、もう出航なのね。ナミ、あのね、私ね、この島にたくさん家を作ることにしたの。それでいつかみんなと冒険した町のような大きな町を作るの。リム、そうね。それじゃあ今度来るときはリムは大きな町の町長になってるのね。お前アイスのおっさんになるのか。ええ、そうよ。ポケットにネズミも入れちゃうかもね。私は大丈夫よ。私たちが来たから、アディオが。違うわ。みんなが来てくれたから今があるの。今の私が。また来るわ。だからそれまで元気でね、リム。ナミも見つかったし、あとはロビンだけだな。ロビンなら島を一巡りしてからアディオの家に戻るって言ってたわよ。それなら今頃戻ってるかもな。よし、それじゃあ行くか。うん。何を見てんだ。この絵を見てたの。少し埃を落としたら全貌が見えたわ。それは私たちの生まれた空島。このワフルドが空にあった時の絵ね。そう、アディオのおじいさんも、もっと昔のおじいさんが暮らしていた場所。黙っててごめんなさい。
この冒険でまた一つ埋もれた歴史を知ることができた。それだけで私は満足よ。そういや、なんでお前ら同じ顔してんだ？この子は私の記憶キューブから作ったの。記憶キューブ？なんだそりゃ。説明をすると長くなるけど、起こったことを順に話すわ。200年前、マリージョアの世界貴族が神の息吹を欲しがり、大きな戦いが起こったの。神の息吹の力を悪用すれば世界が大変なことになってしまう。だが空での戦いは私たちに有利だった。島の戦士たちは押し寄せる敵から島を守り続けたわ。でも最後には私たちの島は正解に落とされてしまった。この島の人々はその時にみんな、そう、島が落ちた時、私は神の息吹と共にいて、かろうじて生きていたけど動ける状態でなかった。そして神の息吹が自己修復のために張った超低温の結界の中で冬眠状態になったの。私は壊れずに残った巨像たちに塔を守るように願い、同時に島の状態を確認するために私の記憶情報をキューブにしてリムを作ったの。そうだったのね。なんでお前がびっくりしてんだ？だって昔のことはあんまり覚えてないから。どうやらキューブを作った時、私は死にそうになっていたから私の記憶のすべてを取り出せてなかったみたいね。だから私、昔のことが曖昧なのかな。まあいいや、わかった。お前らどっちもリムってことだな。本当にわかってる？ルフィ。伝説の島、ワフルドか。ここが遥か昔に天候の研究をしていた幻の空島だったなんて。でもどうしてこの島の遺跡はウェザリアで見たものとよく似ていたのかしら。もしかしたら島は全て落ちてなかったのかもしれないわね。そしてその歴史や文明は誰かに引き継がれたと考えるのはどうかしら。じゃあハルダスさんたちにも何か影響を与えたのかしら。かもしれないわね。ただの推測に過ぎないけれど。でもそうだったら嬉しい。リム、あの日みんな消えてしまったから。ここで暮らしてた人は死んだんだな。多くの犠牲を出した忌まわしい出来事が世界政府の身勝手から起こったなんて。それを隠した上にアディオたちの一族に濡れ衣を着せていた。やり口が汚すぎる。アディオのやつの怒りも少しはわかる気がするな。な、もしかして俺たちはとんでもねえ秘密を知っちまったんじゃ。そうね、大変な秘密ね。そしてそれは歴史の真実。この島の成り立ちとこの島を目指した人々の本当の物語。自らの故郷を滅ぼした悪逆な一族と言われたさまよえる一族は故郷を奪われ、よるべなくさまよう悲しい人々だった。彼らの冤罪がすぐに晴れることはないだろう。
しかし私たちは隠された歴史の一端を知ることができた。いかに自分たちに都合のいい歴史を上書きしようと、起こった出来事は決して消せはしない。どこかに必ずその痕跡が残る。私たちが真実を知ったことにも必ず意味がある。だから私はこれからも冒険を続ける。頼もしい仲間たちと共に。どうしたんだロビン。何でもないわ。行きましょう。よし行こう。アディオやルフィたちが来るまで私はこの島でずっと一人だった。でも今はあなたもいる。アディオもいつかきっと帰ってくる。神の息吹はもうないけど、この島はみんなで守っていく。私たちは大丈夫よルフィ。心に嘘をつかず、自由に大切なものを守るの。同じ思いを持つ仲間と力を合わせて。時に意見が分かれたりぶつかったりしても、本当の気持ちを隠さずやるべきことをするわ。全部みんなが私に教えてくれたことよ。離れていても絆は消えないのよね。ああ俺たちは友達だろ。リムが困ったら俺たちを呼べ。必ず戻ってくるから。そうだね。そうね、必ず。レディの危機には駆けつけるのが男だ。このウソップ様が8000人の部下と共に駆けつける。安心して、いつでも呼んでくれよ。またいつか会えたらうまいもんを食わせてやるぜお嬢さんたち。この島の遺跡は貴重なものばかりよ。大切にしてね。将来島民が増えたらお前の英雄譚を話してやれよ。俺の活躍も頼むぜ。ワッフルドの風は強いから体を大事にしなきゃいけねえぞ。二人っきりで支え合うのか。スーパー泣けるぜ。負けんなよリム。よほほほほほ、リムさんに教わった救いの日差し大事に奏でてまいりますよ。じゃあな、リムとリム。
スモヤン中将、なんで報告書捨てちまうんだよ。大佐ちゃんに怒られるぜ。いいんですよ、出すのはこっちの報告書で。ああ大佐ちゃん、でもよ、そっちの報告書にはあの子らのことも巨大兵器の残骸のことも何にも書いてねえじゃねえか。うぜえ、さっさと報告をあげてこい。面倒なもんを押し付けやがって。おいアディオ、お前生きて戻るんだろうな。お前が帰ってくるまで俺の目が黒いうちは何とかしてやるよ。アディオはいつかあの島に戻ってくるのかしら。生きてりゃ戻ってくるだろう。あいつはリムを置き去りにはしないと思うぜ。ああそうだな、簡単にくたばるやつじゃねえしな。アディオ、早くリムのところに戻ってくるといいな。そうすりゃリムも寂しくなくなるだろうしな。そうね、アディオが戻ってリムが孤独でなくなるのなら、それだけで私たちのワフルドの冒険も無駄ではなかったと言えるのかしら。そうだといいわね。でもワフルドは本当に変わった島だったな。そうだな。それにメモリアの旅も大変だったぜ。でも自分たちの過去の旅をもう一度なんて興味深い体験でしたね。今の俺たちは過去よりも未来だな、ルフィ。ああ、そうだ、海賊王に俺はなれ。おーい、できたぞ。ワフルドの食材を厳選した俺の特別メニューが待ってるぜ。うおー、うまそう。さあ、すみちゃん、さあ、すみません。 おい、行きましょうかね。